明治大学早稲田大学を破って初の日本一になった、はい、監督として気持ちどんなんですか。始まったらなんかもう違う世界でなんか行われてるのを上から見てるっていう、あ、こいつらすごいなみたいな、そんな感じでしたね。皆さんこんにちは。この度陽気の新しいシリーズとして、社長対談というのを始めることになりました。今日はその第1回目であります。ゲストに天理大学ラグビー部の監督であります小松節夫さんをお呼びして、今から対談をさせていただきたいと思います。小松監督どうぞよろしくお願いします。お願いします。まず私が考えるラグビーというスポーツなんですけど、ラグビーっていうのはその太った人もそれから細い人も背の高い人も力のある人も俊敏な人も、まあ、そういう意味ではよく天理大学ラグビーも一手一つということを言いますけど、本当に一手一つという言葉にふさわしいスポーツだなと思うんですけど、その辺小松監督どう思われますか。そうですね、ラグビーは、まあ、いろんなポジションがある体格っていうのもあるのと同時にその15人でやるっていう、その非常に大人数で、まあ、あのグラウンドの中でということでそれぞれ役割があります。だから、まあ、野球でもいろいろその役割があってっていうのはあるんですけども、そのラグビーはこう全員がいろんなことをするっていう、まあ、小さい子でもやっぱり大きい子にタックルいかなあかんとか、太ったプロップも走らなあかんとか、もういろんな要素が詰まってて、本当にこう、まあ、私自分がやってるからっていうのもありますけど、まあ、非常に面白いスポーツだなっていうのと同時にすごく奥深いなと思うんですね、いろんな意味で。はい、その中でやっぱりチームを一つ作るっていうことに関して言いましたら、先ほどおっしゃっていただいたように、まあ、一手一つの精神、まあ、そういうのが非常にこのチームを強くするには大事だなっていうのは常々思ってますね。はい、それだけにね、まあ、小松監督はバックス出身ですけど、指導者っていうのは全部のポジションを、まあ、当然ですから、監督として当然全部のポジションを見ないといけない、はいはい、その辺の指導のやり方というのはものすごく難しいだろうなと思うんですけどね、その辺どうなんですか。そうですね、まあ、いろんなタイプの指導者がおられると思うんですけど、その自分が、まあ、バックスなんですけども、まあ、どっちかって言ったらこうトライを、演出するようなポジションなんですけども、自分が理想とするようなボールが欲しいんで、自分が理想とするようなフォワードはこうですよと、もうスクラムなんてもちろん組んだことないんですけれども、ここでスクラムが押されてボールが出なかったら嫌だなとか、ここでラインアウトが、取れなかったら自分のその組み立てたイメージができないなというような形で現役時代やってましたので、自分のポジションを中心にチームをこう指導始めたっていうのがまあ最初ですね。はい、まあ、小松さんはね、天理で生まれて、まあ、天理で育って、で、まあ、私も天理高校から天理に来て、その天理という町は非常に面白い町で、ね、特に、高校生大学生は みんなラグビーをするような雰囲気あるじゃないですか、この建物もそうですけど、源流は中山昇前二代新柱様が、まあ、非常にスポーツがお好きだったし、またラグビーがお好きだったと聞いてるんですけども、まあ、小松監督はやっぱりそのラグビーを始めたっていうのはそういうなんていうか天理の雰囲気の中で始められたんですか。もともとやっぱり一番最初のスポーツっていうのの特化からやっぱり野球でしたね。その図書館の下に先生ご存知だと思いますけど、はいはい、ここに野球場がありましたね。で、いつもその野球場に野球を見に行って、で天理高校生たちがやってる姿をまあ見てたっていうのがもう僕のスポーツの最初のスポーツがやっぱり野球でした。でそれで野球をずっとやってて、で小学校の4年生か5年生ぐらいからなんかグラウンドでこう昼休みなどドッジボールするような感じで先輩たちがこうラグビーをやってたんですね。で、まあ、あれは何やろっていうふうな興味から、まあ、お前らもやれよっていう形で自然とこうラグビーを、で冬じゃないですかラグビーって、で夏はやっぱり野球なんですよね。で最後の6年生の最後は冬じゃないですか。だからその先輩たちが一緒に野球やってた先輩がラグビー天理中学のラグビー部に入るわけですよ。でその自然の流れでこう野球とかラグビーに親しむ環境はありましたね。この町っていうのはね、なんていうか本当に私なんかまあ高校時代ブラスバンドやっててラグビーとは全然関係ないんだけど、しかしの寮のチームとか、クラス同士でラグビーのチーム作ってやったり、町全体がまあスポーツ全般そうなんですけど、特にラグビーとかをするという雰囲気あるよね。はい、ありますね。それっていうのはおそらく
まあ、日本の他の都市はあまりないんじゃないかと思いますけどね。ですよね。まあ、天理高校あの入学した時にあの柔道着とラグビージャージを買わされますから ね、 まあ、そういう時代今はどこか分からないですけど、まあ、そうやってこうやっぱりもともと教育の中でやっぱり学校にそういうのを取り入れたっていうのがそのずっと未だにやっぱ伝統として残ってるんで、自然と、ラグビージャージを買って体育の時間それを着て、でまた柔道着を着て柔道の時間があったりっていうようなことでしょうね。私はね、まあ、学長として外からラグビー部を見せていただいて、まあ、いいか悪いかともかくとして、うちのラグビー部は非常にそのフランクというか自由というか、そういう雰囲気がね、すごく感じるんですよ。まあ私は実はその学生スポーツにありがちな根性主義とかですね、どっちかというと嫌いな方で、楽しむためにスポーツっていうのは、やるべきだという考え方なんですけど、まあ、それはひょっとしたら私はフランスに住んでた期間が長い、まあ、小松監督も2年間フランスにおられて、特に私が思ったのはラグビー部が監督のことを呼ぶのをみんな小松監督とも小松先生とも言わずに、みんな小松さん小松さんって言うでしょ、あれは最初私ねちょっと違和感というか勘狂ったみたいなところがあって、まああえてそういうふうにお会いしておられるのか自然にそういうふうにみんなが呼ぶのか分かりませんけど、そういうなんか自由を尊ぶようなことを指導の中で重んじておられるっていうのはあるんですか。そうですね、私はやっぱり同じようにその猛練習が大嫌いで、まあ、昔はどこの学校でもそうだったんですけど、やっぱり猛練習をしてやっぱり勝つと、それがやっぱ美徳みたいなところがあって、実際そうやってチームを作られているチームがほとんどだったですよね。まあ、天理もやはり厳しかったです。でとにかく厳しい練習をやって頑張ってこれに耐えれれば優勝するぞみたいな空気がありました。それが私は非常に何か嫌いで、平気でそういうのに対してこう反抗するような子だったんで、それがフランスに行った時に週に1回しか練習しないんですね。で試合は必ずあると。でそんな中でやっぱりこう自分自身がですね、ラグビーをなんていうんですか、やらされてたラグビーから、そのラグビーって面白いなって なるんですね。で練習がその少なくなったら、最初はなんと素晴らしい楽だななんですけど、そのうちちょっと不安になったりして自分で自主トレとか始めるような、こう人間ってそうなっていくのかなっていうのがやっぱり一番最初フランスのやつで感じたことですね。でとにかくチームで動くんですよね。大人数で動かないですよ。でチームがたくさんあって、20人ぐらいのグループなんですよね。60人いたらそれがやっぱりもう分けられて、それぞれにシーズンがあるんですよ。それぞれにコーチがついて、それぞれに試合があるんで、変な話、練習日に行って自分が週末のメンバーじゃなくて帰るんですね。でふてくされて帰るんじゃなくて他のチーム行くわけですね。そのラグビーっていうのは要は週末の試合がラグビーなんですよね。そのために練習がある。日本はどっちかって言ったら練習を練習して、最終的には選ばれたもんだけがそれに向かってっていうのがもう全くその考え方が違いましたので、やっぱりこうラグビーっていうのは練習じゃなくて試合なんだなっていうのはフランスって特に感じましたね。それがまあそういうふうに役立ってるというか、まあこっち帰ってきてそういうふうになったのかもしれません。小松さんって呼ばしてるのか、みんな自然に呼ぶのか、それは自然に。これはですね、私が来たのはちょうど30歳の時で、まあ若くてそんなに年の差もなかったんで、でまあ学生らはいろんな噂を聞いて、こんな人が来る、こんな人が来るっていう中で、まあもともと教員じゃなかったので、なんか OB とか天理の OB がやってきて、で監督になるらしい、コーチになるらしいっていう中で、自然とその先生でもないし、まあ最初1年目コーチでした、監督でもないっていう中で、自然 と友達みたいな感じで小松さんっていうのが始まったのが始まりです。でそれがずっと来て、で未だにやっぱりこう1年生なんかは最初4月に来たら、監督とか先生とかってやっぱり呼ぶ子がいるんですね、高校の流れで。それは否定します。小松さんでいいよみたいな。で周りがみんなそうやって言ってるんで、これもうずっとこれが続いてるっていう。それはね、私ある意味で、ね、学生スポーツに革命的なことじゃないかと思って、最近ようやくトップリーグの若い人たちが、まあ、会社からの出向とか、プロとかっていう形で学校に入ってくるような人が増えてきてるんで、さすがにその人らは先生でもなく、最初から監督でもないんで、で OB の若い人たちなんで、やっぱその3は増えてきましたね、逆にと。はい、まあ、ある意味大人のチームでもあるということかもしれんけどね。そうですね。ちょっと苦い思い出にも触れざるを得ないと思うんですけども、
2020年の8月に、はい、まあ、うちのラグビー部はクラスターを出しました、いろんな人たちが支えてくれて、うんうん、まあ、なんとか立ち直るかというか、まあ、9月にね順調に再スタートを切ることはできたんだけど、あの時のその監督の気持ちでどうやったんですか。いやー、まあ、最初はとにかくびっくりしましたし、うん、まさかそのうちのクラブでそういうことが、うん、と思いましたけど、もうそんなことを考えてる間もなくみるみる広がって、うん、本当にまあ変な話、あのワイドショーとかニュースを私見たのは、うん、あの随分後なんですよ、うん、そんなことを見る暇もないぐらい忙しかったというか、うん、もう大変だったので、うん、もう そういうことを考えてる暇もないぐらい、とにかく目の前のことをどん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 日に日に増えていきますし、うん、でもパニックみたいになりますし、うん、どうなるんだろうなっていう、うん、はい、そんな感じでしたね、うん、それとやっぱり大学の、まあ、先生ら中心に、うん、まあ、矢面に立っていただいて、うん、でまたこの周りの人らが、うん、逆に言うと子どもたちもいろんなメッセージいただいたっていうことで、うん、本当にこうものすごく救われましたね、うん、はい、で先生にもあの悪いことしたんじゃないから、うん、別にその卑屈になることないっておっしゃっていただいて、うん、でも謙虚になろうっておっしゃっていただいた、うん、あの言葉がすごくもう自分の中では励みになって、うん、あ、もうまさにそうやなと、うん、すいませんすいませんっていうちょっとそんな気持ちありましたけども、うん、だからといっていや開き直ってね、うん、何が悪いねっていう、うん、全然そんな気持ちもならなかったんですけど、そこで謙虚になろうっていう先生におっしゃっていただいたっていうのはすごくね救われましたよ、うん、はい、あの時そうやっていろんな人たちが支えてくれて、うん、でラグビー部員自身も自分たちこんだけ大勢の人に支えられてるんやと、中にはその詰め所からね、頑張ってくださいよっていうメールをいただいたとかね、そういう一つの大きな、まあ天理教の言葉を使えば不死から芽が出るという契機になったの違うかなと思いますけどね、うん、そうですね、うん、本当よくまあ皆さん感謝っていう言葉をおっしゃいますけど、本当つくづくと感謝っていうのはこういうことなんだなとあの時は思いましたね。本当にこうあの自分たちがラグビーやって自分たちが頑張って成績を残すっていう、うん、どっちかってそんな感じだったんですけど、うん、まあ、これがまあいわば天理大学のラグビー部だっていう意識もできましたし、うん、まあ、また教団天理教の方のやっぱり支えられた、うん、それと同時にやっぱ天理師とか、うん、いろんな人に支えられて自分たちがあるんだなと、自分らだけでこれ何も解決できなかったところなので、うん、もう自分たちだけでは何もできないなっていうのはすごく思いましたね、うん、はい、うん、まあ、あの時ね一人一部屋与えて、まあ、うん、あの教団の方からも随分助けていただいて、うんうん、詰所を貸していただいて、でも詰所の広い部屋で一人ポツンと入ってね、でテレビも何にもないその中に2週間って、うんうん、本当に彼ら自身つらかっただろうなと思うしね、体は健康いっぱいなんだけど、ジョギングできるわけじゃない、うんうん、ボールも握れない、はい、あの時は監督としてはなんか一人一人なんかあれしたの、まあ、いろいろあの工夫しましたけど、自転車を持って行って、うん、あのそこでワットバイクって言って漕いだりとか、うん、できることをしようっていう中で、うん、学生たちがそのオンラインっていうんですかね、そういうのでつないで、うん、あの、うん、ホテルの一人ずつの部屋の子たちがみんなでズーム で、うん、でトレーニングコーチがそのトレーニング指導するビデオを撮って、それをみんなで共有してトレーニングしたりとか、いろんな工夫を学生たちもやってくれました、うん、はい、まあ、本当にそういうことで非常に結束力がね高まったと思うし、まあ、あの時の松岡キャプテンのキャプテン心も素晴らしかったし、まさに不死から芽が出るをもう絵に描いたような形でね、まあ秋リーグ戦全勝 で全国に行って、で明治大学早稲田大学を破って初の日本一になった、あの時の監督として気持ちどんなんですか。普通そのなんていうんですか、夏合宿を今まで過去にやっぱりいろんな問題があって夏合宿はできなかったのがこういっぱいあるんですけど、間違いなく結果出ないんですよ。でそういう意味でいくと夏合宿をしなかったっていうことがものすごくハンディになるなと私は思ったんですね。ですからそのあの時点でその我々は日本一一番近いチームだとも思ってませんし、その中で夏合宿もできなかったっていうことで全くその自信があったわけでも何でもなかったんですけど、本当にそのラグビーができるっていう喜びと感謝とそれだけでやってましたよね。でそれでこうシーズンやる中でどん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 学生たちがこう乗っていったというか、自信をつけていったというか、ですから本当にこう予想外の優勝なんていうのは本当にその
そんなことがあったから優勝するとは口では言いますけど、実際できるなんて思ってませんし、それがやる中でどんどん学生たちが成長していったと、ものすごくいいチームになっていったんですね。で正月超えて準決勝決勝っていうの時にもうこのチームなんとか勝たしたりたいなと、こんないいチームをここで負けたらもったいないなっていうふうに私自身コーチスタッフが思って、そんなチームでしたねあれ。あの決勝戦はね、私も国立競技場見に行きましたけど、まあ、学長として嬉しいっていうよりも、なんていうかな、こう、もう相当飛び上がるような嬉しさはあんまりなくて、ああ日本一になったんやという、なんていうかな、ほっとしたでもないけども、あんなことあったなという感じで、非常に冷静に私自身はね、日本一を受け止めたんですよ。で監督もなんかその非常にうわー日本一になりましたっていう感じよりもなんか非常に冷静にね、受け止めたみたいな感じしたんですけど、その辺どうでした？いやまさにそのなんていうか、自分がそこの真ん中に入って一喜一憂するっていう感じは全くなくて、本当になんか俯瞰してるような感じでした。でいろんなことがもうすごくこういいようにいいようにちょっとこう違う感覚で試合見てました。まあ、試合始まる前はもちろん不安と、まあ、いつも通りなんですけど、始まったらなんかもう違う世界でなんか行われてるのを上から見てるっていう、あこいつらすごいなみたいな、そんな感じでしたね。その2年前に決勝でね、明治とやって負けたでしょ、準決勝は帝京破ってね、であの時だって同じ東京の舞台で、それでまあすごくアウェー感があって、で選手たちは浮き足だって、まあ、今回はコロナでね入場制限されてたとはいえ、やっぱりアウェーはアウェーだと思うし、だけど選手たちは全然上ずってなかったですね、あの時。あの2回目のあの準優勝の時の方が私にも気負ってましたね。その立川春道以来久しぶりにあそこに出て行って、で大体準優勝してるチームはまあ優勝したりするんですよね。ですからまあ今度こそみたいな気負い。あの準決勝で帝京破ったんですよ。だから9連覇の帝京、10連覇を阻止した。でもう天理っていうイメージがあって、雰囲気もそんななって、で気負いがあって、であの秩父の宮に行った時に初めてめちゃくちゃなアウェー感を感じたんですね。私も選手もいろいろやって選手団も含めてあんなこのアウェー感を味わったことがなかったんで、ちょっとびっくりしたんですよ。それぐらいその明治の応援がすごくて、もうそれまでは天理が今年はっていう雰囲気であそこ乗り込んでいったらものすごいギャグ風があったみたいな、それでもうわけわからん間に終わってしまったみたいな、そういうのも経験して、あの松岡の時はちょっとこう冷静って言いますか、に慣れてたのかもしれません。あの時にあの、まあ、マスコミも非常にあの好意的にいろいろ書いてくれた中に、その天理大学雑草軍団、私はこれいい意味で書いてくださってると思って、あの嬉しかったんですけど、そのある卒業生に言わすと、その雑草軍団とは何かというのがあって、それ別に決して大学をあのけなしてる、マスコミをけなしてるわけじゃなくて、むしろその花園で華々しい活躍した人、そういう選手だってあんまりいなくて、でそういう、まあ、どっちかと言ったら日の当たらない選手たちを鍛えてここまで一流の選手にしたという意味なのが雑草集団だと思うんやけど、まさにそういう感じやわね、うちのラグビー部はね。そうですね、まあ、わざわざ私がそういうことを言うのもあの選手に対して失礼だなっていうのも私もあって、うちは雑草ですなんて僕は言わないんですけど、でも周りから言われるのは、あなるほどなって、そうやなとは実際思いますよね。まあそういうことをいろいろあって、まあ、今年もね、あのぜひラグビー部、まあ、ラグビー部だけじゃなくていろんなスポーツクラブもぜひ頑張っていただきたいと思いますけど、2025年、再来年は、天理大学は創立100周年、でラグビー部は天理大学創立と同時にできていますから、ラグビーも創部100周年ということになる、まあ当然協内の人たちは、またあの阪神の岡田監督流の言い方すれば、あれをぜひ目指してほしいと思っていると思うんですけど、まあもしよければその辺のね意気込みを聞かせてもらえたらと思うんですけど、
ちょうど50年前が私中学生で、あの頃やっぱり天理のラグビーっていうのは割とこう強かったんですね。でその頃に関西リーグ優勝したりして、で天理大学はあの50周年の記念試合を天理高校のグラウンドですけど同志社大学とやってるんですね。まあ、その頃1位2位を争ってた、だから50周年のあたりっていうのはやっぱ天理ラグビーはそれなりにこう頑張ってたっていう。でそれからちょっと低迷になって、でこの100年100周年に日本一になるというのはもちろん大きな目標としてあるんですけれども、この100年経った天理大学ラグビー部がどうなってるかっていうことからすれば、その50年の後の低迷を乗り越えて今やっぱりそれなりに日本の大学ラグビーの中心の一つになってるっていうことが、まずそれが私嬉しいんですね。ですからそれは伝統として残していかないといけませんし、やっぱ天理のラグビーっていうことを考えたらこの100周年の時に低迷してなくてよかったなっていうのがあります。ですからこれをまたさらに次に進めていくために、伝統をこうずっとね続いていくためにこの100周年っていうのは非常に大事だなと。だからまあ日本一は一つの大きな目標ですけれども、天理のラグビーがやっぱり これからずっと栄えていく100年に、で次のまた50年にしていきたいなっていう思いはすごくあります。それともう一つはやっぱり人材育成を掲げて、天理大学というのが始まって、その中で、開学と同時に始めたラグビー柔道っていうのはもちろんその人材育成とは表裏一体っていうところがおそらく私はあると思ってますので、それも含めるとただ強いだけじゃなくて、やはりこう人材育成にしっかりと添えるようなクラブでありたいなっていうのは思いますね。あのどこまで行ったかってやっぱり学生スポーツっていうのは天理学園もそうですけども、あの教育の一環としてやってることでね、勝ちゃええという考え方は、二代新馬さんはそれを非常に嫌がられたというふうに聞かせていただいて、ぜひあのラグビーを通じてね、あのいい人材を教内外に送り込む、で、ぜひあれをねもう一度そう実現していただければ、一ラグビーファンとしては大変嬉しいと思いますから、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。今日はお忙しいところどうもありがとうございました。